はい、いきますよ。あ、座っていいよ。A 番台は、準決勝第1試合、じゃあ第2試合、アイン会七夕スレイヤーカリンチソルチーム対イサ・エルフェルトはモチーソルキーソマストチーム。さあ決勝進出をかけての試合となります。今 B 番台では準決勝2つ目が行っておりまして、こちらに勝ったチームが、こちら A 番台で勝ったチームと決勝戦となります。さあ先鋒戦は先ほど逆三立てを達成して準決勝へ駒を進めたイサ・エルフェルト、対するはカリンチソル。さあ家庭用のバージョンではエルフェルト対ソルはかなり厳しい組み合わせであったんですが、今回ちょっとエルフェルトの弱体化もあってかなりいいカードになっているんじゃないかというお話ですね。さあタイランレーブ、もちろんキルキャンセルします。ウェー、絶点の足払いが当たらない。なんというか、ハリハチ噛めてドンドンドン、早いよ、お願いします。いやー実況しますやっつけてくれ、やっつけてくれリオン君。試合はイサさん対カリンチューソルかな。打ち抜いて打ち抜いて中段投げて、しかしカリンチュの火力なら全然あるぞ。さあ対空うまい、バンジキュース取ったのはイサ・エルフェルト。さあロイさん、別の台の自チームも気になるぞ。さあ A 番台出てくるわ、アインカイ頑張ろうねFAB もドイツで戦っています。あ、うん、戦ってるよ必死にねさあ開幕、距離を詰めるイサフェルト。イサさんはね本当にソルの立ち回り方というかね、強気の感じでエルフェルトを使いこなすから怖いですよね。さあ対するアインカインはね、エルフェルトちょっと難しいなって言いつつも、まあキャラタイもね少し打ち上げてるプレイヤーです。マイハイは1投おいしくいただいて、もうもう1回たまらずバースト、クノゲエレガントよ、画面端だ。こうなってしまえばエルフェルトの爆発力だって、おうまい見ているぞ。さあ右へ左へ試合転換が早い、ダウンを奪って中段見えているよ。伊佐さんはねガードめっちゃ硬いっす。 S した S スナイチ、さあ何気によいしょよいしょで上がってって力強いぞイサベルト。1ラウンド取って中段ドカンドカンドカン打ち抜いて、さあ中段ももらって、ああ燃えているぞ委員会、あー熱い、なあ俺を出せ、ああ崩しちゃうよ、どうすんだこれは、よいしょよいしょ、突き上げて突き上げて、よいしょよいしょ、ああこれはやばい、バスをふう抜け出すのに時間がかかって、こっから始まるんですよ大逆転。画面端、ああ終わってしまう、大丈夫だ、ふなげうまいぞ。さあ相手もゲージがある、うわ裏回ったドットラインかい、3でラインを上げてグリードセバーうまいぞ。さあ起き攻め、前ハイから入って立ち合い前行け、ワンチャン掴んで中段、あーしゃがんでいた、取ったのはイサフェルト。まさかのしゃがみすかし、惜しかったねハインくん。
出てくるはシュリルノームこと七夕スレイヤー。エルフェルトもレオもやらなきゃいかないねって俺とよく話してるプレイヤーです。さあ野試合はね苦戦してるって言ってはいますけど、この人ね大会全然違うんでわかんないですよ。さあそんなこと関係なくいつも通り突き上げてくるイサフェルト。画面端は怖いぞ。さあ捕まえた。どうすんの、裏回って、あれねガードが上手い人ほど当たります。 PPP 立ち合い足払い、いやらしい置き攻めが続いて、さあ捕まえた。どっちだ、あー中段、あー読み読みでござる。画面落ちのコンボで、おっと生かしてしまった。パイルバンカー、今作はパイルバンカーだよ。さあ勢いで取ったトラバタスレイヤー、パイルバンカーです。おっと失敗、意外に安く済んで K からのコンボで中央にジンドルは七夕スレイヤー。さあ来たぞ、うん、よいしょ、うん、にゃにゃよいしょ、投げて裏回って金イエス暴れ、打ち抜いて画面端。さあ爆弾投げて、お投げて返す。どうすんの、バックステシャガケうまい、しかし捕まえて次の選択肢は、おうまい受け身狩りを、しかしわかるな、ファイルバンカーだよ、ドカーンこの世の終わりのような声を出して死んでいったイサフェルトジョニオさんに戻します。またしてもカイにやられた俺たちはチップだな。いや海外にね向けていろんなキャラ使えるってのはいいなって最近私思うようになりましたね。マジ許さねえチップかソルなんだよな。7番ライト中央身背番号14さあいけるか中央身、おっ記念すべき戦勝を飾ることができるか、いい背番号もらってるね。イエス2敗すらタチケで蹴っ飛ばして円イエス、さあタチケが強い。前作これにスレイヤーの無敵が乗らなかったので一方的に蹴られるという事件がありましたが、1年間スレイヤー使い、ね、よく頑張ったって言いたいですけど、後半になって皆さん知り出したということで、ね、あんま関係なかったっぽいですねスレイヤーだけ使ってると竹原使いって名前いませんでしたからね。さあ中段このブラックホールに吸い込まれたのは早い中段となっております。まあでもキャラ愛の時代は終わったみたいな話よく聞くんですけどね、まあ、ギルティギアは本当にキャラ愛でいけるんじゃないですかね。本当に職人さんみたいなもんですよ、ずっとやってる人たちはみんなね。あんまバージョンアップとかなかったし16年間で。さあガードして YP からジャンプファイスラー、おーっとファイスラーいいのか、その戦勝は何で決めるんだ、マイハイスラーお前画像かよさあというわけで勝ったのはキーシャファースト決勝進出。吸血鬼といっても生物学的には人間の人間、キーシャ絡めてなんか廃墟でイケマがありません、はいはい、それでは A 番内で、伊佐さんのチームとロイさんのチームで決勝戦を行います。俺もねジョニーがね、ジョニーさえいれば